私まだないです、二十歳なんで。うん、そっか、はい、あそうか、そうです、呼ばれてないだけじゃん。いや、そんなバカな、お前どうせ呼ばれてないだけじゃん。そんなバカな、そんなバカなっていう返しないそっか、え、なぎちゃんとけっちゃん学校ちゃうもんね、そらね、違高校違うもんね、はい、違います。なぎちゃんが行ってるとこってことは同窓会もうちょっとしてあったら金髪でジャージで子供おる子か。え、そんなことない。違います、私は偏差値的にな話そういうことちゃうの。いや、私はあの私立で中学の時に受験して、うん、で中学はそんな頭が良くなかったんですよ、うん、女子中なんですけど、うん、で高校は頭が良くて、でも付属なんで、うん、そのままあの急に頭いいとこに行くの。いや、高校は偏差値が上がってて、その学校自体、でなんかそのままもうそれでついていかれへんなって高校はほぼ勉強してないってことになるんかな。そうやな、その、まあ、中学校はほらまんまでもよかったけども、はい、義務教育やしな。友達はなんかその、うん、頭いい人もいい。え、中学校からの友達はみんなアホなんじゃないの。まあ大体ですけど、私はまあ群を抜いてアホやったん。なんかよくわかんない。まあそうやな、団子みかんゆずを聞いてるからそらそうやな。なるほどね、何の話でしたこれ、はい、あ、何の話だったっけ。あ、同窓会ね、はい、あ、まあまあまあ悲しいですけども、はい、またあったら行ったらいいんちゃいますこれね、譲られるでしょうからね。次終わり、はい、はい、ということで今回の僕以外のみんないかがだったでしょうか、はい、来週も皆さんの一人ぼっちエピソードをご紹介していきます。ぜひお便りに書いて送ってきてください。ではここで一曲、 AKB48 のじゃんけん選抜で私渋谷渚も参加しているじゃんけんみんのナンバーをお送りします。去年の12月21日リリースのシングルです。じゃんけんみんで逆さ坂。